にならないように水分いっぱいとって今月も楽しく頑張っていきまっしょいそれでは今日もじゃんけんパーいってらっしゃい皆さんおはようございます今日はすごく大事な日です何の日でしょう勘のいい人間のみんなはもう気づいているのではないでしょうかそう今日は 八月二日月曜日パンツの日です。何笑ったんねん。だってパンツみんな好きでしょ。だってフィギュアとか買ったらここでパンツ見えないかな。とか 3D でさパンツで YouTube 動いてたらパンツ見えないかな。大でしょ。みんな大好きパンツの日だ。何よ。<laughs> でもそんな今日はなんかで、ね、パンツの日と言ってもそんなね。 ハレンチなパンツの日ではございません女性が、本命の男性に向けてこっそりパンツをプレゼントして思いを伝えようっていう日なんだってえ、どんな日なのこれちょっと待って説明したけどどんな日なのこっそりパンツプレゼントして思い伝わる勇気ある女性の皆さんやってみましょう男性のことがやったらちょっと惹かれるのでやめておきましょうあと、ハリーでハチミツの日でもあるらしいよ

みんなのおすすめの蜂蜜使ったお料理とか、教えてね。あと、なんかあの、なんだっけ、それだけじゃなくてさ、蜂蜜ってなんか美容効果とかもあるんでしょ。なんかそういう豆知識とか、みんなの知恵、教えてね。それでは今日も、じゃんけんぐー、いってらっしゃい。おはよう。今日は八月四日、水曜日。橋の日、橋の日。 イエーちなみに「初とよんで「おはようはようはよう」じゃん「おはよう」のこれ合わせで「朝活の日でもあるんだってみんな今日も早起きしてるあー夕方とかお昼の人はじゃねえ。朝の人はじゃこの動画見た後朝活しよう」朝活ってなんだろうなんか いつも作んないけど朝ごはん作って食べてみたり本読んでみたりお散歩してみたりなんかこう朝から充実するとさ一日長いって言うから今日はみんなで朝活だそれでは朝活第一弾じゃんけん GO! いってらっしゃいおはよう今日は8月5日木曜日今日は裏ゴーヤの日そう表じゃない裏ゴーヤの日は みんなご存知の通り、5月8日なんだが…数字が逆になっているから…裏ゴーヤの日これはこじつけが過ぎる…しかし、ゴーヤの旬が8月だから…どうしてもゴーヤを入れたかったらしいということで今日は、ゴーヤを食べて元気もりもり頑張っていきましょうい他にないのかな8 5ち、ご、は…ハゴ板の日 箱の日箱の日箱に入りたくなってきた箱に箱に入りたい入ってくるじゃんけんぱバイバーイおはよう今日は8月6日金曜日今日はこれの日わかるでしょこれの日ハウサムの日ーえ、分かんなかったのを失礼しちゃう ハンサムでしょはい <laughs> 8月6日、86語呂合わせでハンサムなんだってちなみにハムの日でもあるんだってみんなにハンサムを…んハンサムちょっとって <laughs> 何をとしたんだっけあははそうだみんなハンサムなこうキメ顔しながらハム食べてみて絶対家族に変な目で見られるから <laughs> それでは今日もじゃんけんグーいってらっしゃいあ、はい、やう。今日は8月7日 …7 日 ?7 日 ?7 日土曜日です今日は立秋の日小読み上では今日から秋なんだってでも、なんかまだ,まだまだ全然暑いしどうやら今年…こん…ね近年こんね近年 <laughs> なんかねもう最近はなんか地球はね地球は日本はジャパンはなんか立春から先のほうが最も暑くなるタイミングなんだってみんな熱中症には気をつけてねっていうかもう暦みの上ではっていうかさもうなんかね、現実合わせでほんとね本当に秋っぽくなった日が立春の日にしようぜウォウウォウどうですか誰が決めるのこういうい日って 誰が決めるのとにかく偉い人偉い人時代の流れに乗って立秋の日先にしよう。ーシュの日って祝日だっけこれは旧立秋の日にして別で立秋の日作ったらダブルで祝日になるってことあ、祝日じゃないのぺけじゃあ、ついでに祝日にしちゃおうそれでは今日も、じゃんけんグーいってらっしゃい の日、スマイルの日ー。あつあつで、あはんは,んはーって笑うところから撮ってるそうですよ。あとほら、みんな、そんなもん思わないので笑わないわ。出て,てる人、体に心がつられることもあるらしいから、じゃあ一緒に、はー、は,はー、はー、って口角上げてやってみよう。はー、は,はー、どう楽しくなってきた ああ、楽しくない人は、まだまだちょっと修行が足りませんね。鏡の前で、ニコニコ10回やりましょうそれでは今日も元気に楽しく笑ってーじゃんけんパーいってらっしゃいおいお今日は8月9日、月曜日ーはく パク道なんでパクチーの日ーそしてハンバーグの日なんかパクチーってね好き嫌い分かれるけどハンバーグって割とみんな好きじゃんってことはパクチーとハンバーグうんって合わせたら大好きってこと嫌いな人もそこそこ好きになる好きな人は大好きになるってことパクチーハンバーグってあるのかなちょっと勇気あるものよパクチーハンバーグを 作るのです <laughs> ということで感想を待ってまーすじゃんけんグー、いってらっしゃいああよー今日は8月10日火曜日ーくるっこーくるっこーハートの日え <laughs> でも待ってハトよりーハトの日ハトの日の方が ハートの日って感じするね。ちょっとよくわかんないけど、ほあ、見て、頭、ハートあるよ。ハートみたいじゃない。ハートの日。<laughs> ということは、ツイッターとかで言うと、いいねだ。ってことは、いつものおはよう動画よりも、いいね、いっぱいもらえるってこといいね、いっぱい、ハートちょうだい。え <laughs> それじゃあ今日をじゃんけんちょきえへ <laughs> ってらっしゃいあおはよう今日は8月11日すいすい水曜日じいつも元気な私がおはようしているからちょっとおとなしくじいって見られるとドキッてしない 学神班。えへへ。ということで、朝から可愛くて、おしとやかな私を見れたから、今日一日、頑張れちゃうね。えへ。みんなちゃんと最近、体を動かしてるちゃんと変えて、いっちにって、いっちにって、運動して、体を動かして、健康に行きまっしょい。それでは今日も、じゃんけん。ばいってらっしゃい あはよー今日は8月 <laughs> 12日、木曜日今日はですね、なんか夜から朝の、朝、明日朝今日はダメだダメじゃない朝からダメとか言うな今日の夜から明日の朝4時頃にかけて、なんだっけペル スイーヒミ、ナーエのじゃんけんチョーキーデシェイおはよー今日は8月13日、金曜日今日はね、国際左利きの日なんだってなんか左利きの人集まってサミットでもするえへへみんなはどっち利き私はたぶん、右利きかなえへ それじゃあ、せっき書かれくてく左利き、左利き、左で、じゃんけんしようじゃーんけん、ちょきーいってらっしゃい 今日は8月14日おはよう今日は裸足の記念日らしいよなんか裸足の日ならわかるんだけどさ、裸足の記念日って何なんだろうねでもうなんか裸足ってこう健康にいいらしいよみんなはお家で裸足スリッパ靴下とか履いてる私はずっと裸足全裸でーすなぜならこれはくっついてるから ふんそれでは今日もじゃんけんチョキいってらっしゃいおはよう今日は8月15日日曜日今日はね刺身の日なんだってお刺身の日。なんかムロマ代チ 室町時代のとある人とある人の日記で今日初めてお刺身が登場したんだって夏にお刺身ってなんか食中毒的なものは関係ないかあんまりみんな何のお刺身が好きなの私は見た目的にねなんか色ついてる方が美味しそうだからサーモンとかマグロとかが食べてみたいなって思うんだけどおすすめあったら教えてほしいそれでは じゃんけんぱんいってらっしゃい 8月16日月曜日今日は電子コミックの日らしいよこの世界だとねもう紙の本って自分じゃ読めないから電子コミックめっちゃ助かるのってか紙の本読んだことないしえ <laughs> 電子コミックの神様ありがとうでも電子コミック作ったのって人間だからつまりみんなが神様ってことありがとう <laughs> みんな最近おすすめの漫画とかあったら教えてほしい結構ね、漫画とか本とか電子書籍で読むんだ私のおすすめもまた今度教えるねそれでは、じゃんけんぱーいってらっしゃいあ、おはよう今日は8月17日、火曜日はい、今日は何の日でしょうちっ、ちっ、ちっ、ちん今日は… パイナップルの日ですわかるかーじゃんけんごーいってらっしゃいおはよーい今日は8月18日水曜日今日はね、何の日だと思う米 <laughs> お米の漢字を分解すると8 1ん8 18位に見えるかららしいんだけど、朝ごはんはパン派の人もいるんだろうけど、みんなは今日ごはんべたパン食べたまだ食べてない人は、ごはんべよごはん <laughs> みんなの朝ごはん見せてねそれでは今日もじゃんけんチョきいってらっしゃい皆様おはようございます。今日は8月19日木曜日でございますね。 うん、うん、わたくし、この、今日は俳句の日なんでございますけども、実は、趣味で俳句をしたためておりまして、今日はせっかくですので、披露をさせていただきたいと思います。かわいいな。ああ、かわいいな。絆愛。お後がよろしいようで、じゃんけん、長期、いってらっしょい。 ビビーえへへああ、よう今日は8月20日、金曜日今日はね、交通信号設置、ってって <laughs> 交通信号設置記念日なんだって <laughs> 日本で初めて、あの、赤、黄色、え赤、黄色赤、黄色。赤黄色 青 <laughs> の三色信号が設置された日らしいよだからなんかピピーって感じするから初めにピピーってしといたみんな信号はちゃんと守るんだぞそれでは、じゃんけんぱーいってらっしゃいあれあ、んえへ <laughs> ああよ今日は8月21日土曜日ですえ <laughs> やっほー今日は、噴水の日だってピュッ <laughs> 日本で初めて、上野公園で噴水が作り始められた日なんだって作り始められた日だから完成したのって9月入ってからとかなのかなみんなもお家の近くの公園とかに噴水ある噴水綺麗だよねなんか、綺麗な噴水の写真とかあったら見せてほしい待ってます それではじゃんけんぽーいってらっしゃいはいチーズプシャ <laughs> ああはよう今日は8月22日ー日曜日ー。<laughs> 今日は822の語呂合わせで「はいチーズ!」の日なんだってちょっと怖いんだけどなんか楽しい日だよね。なんかいっぱい写真撮ろうって思っちゃうもん。はい チーズかわいい <laughs>。ちなみに、英語圏でも写真撮るときは、せいチーズって言うらしいよ。みんなもうせいじゃんけんぽーいって、れっちゃい。あ、はよう。今日は二十三日、八月二十三日、月曜日。起きてない。みんな、今日はツイッターで初めてハッシュタッグの機能が追加された日なんだけど。 みんな、キズナポストとか、ハッシュタグ、キズナアイで呟いてくれてるちゃんとチェックしてるから、今日はいつも呟つかない人も、ハッシュタグ、キズナアイで呟いちゃってーいっぱい見に行くねそれでは今日も、あ、何呟くか困った人は、この動画のどこが可愛かったかをね、書くといいと思いますよ。じゃんけんぐう、グ <laughs> ーいってらっしゃい みんなおはよう今日は8月24日火曜日歯ブラシの日えへへ4で歯ブラシの語呂合わせらしいよみんなちゃんと歯磨こうね私は磨かなくていいけどえひょっこひょっこしょっこ,しょっこ <laughs> ということで今日はじゃんけん 足ですよ行くよダンケン…チョキえあはあ、歯…歯バラシめり込んじゃったえへっ行ってらっしゃーい歯磨けよーおはよう今日は8月25日水曜日今日は即席ラーメン記念日っていう日らしくてチキーラーメンって知ってる 1958年の今日の日に、は今日の日今日に発売されたんだって。即席ラーメンっていろんな種類あるよね。みんなは何が好き私もいつか食べるときのために教えてほしいな。それでは、じゃんけんパンチい <laughs> ってらっしゃいおはよう今日は8月26日、木曜日みんな知ってた レインボーブリッジが虹色にライトアップされるのって特別なイベントの日だけなんだということを名前のわりにレインボーじゃないんじゃねということで今日はレインボーブリッジ開通記念日ゲーミングな私も七色に光ってるよ朝からチカチカ元気出た <laughs> ということで今日も素敵な日にしましょう よし、今日は虹色だからね大体の人に勝てそうな気がするいくよじゃんけんパーいってらっしゃいあ、はよう今日は8月27日金曜日今日はジェラートの日でございまーすジェラートはイタリア発祥のアイスでこう日本のアイスとそんなに違いはないらしいんだけどちょっと濃厚な味が特徴らしいよ まだまだ暑いからみんなもじらっと食べて涼んでね。私は食べるんだとしたらいちごかな。ま食べれないんですけどね。それではじゃんけんパンチグーいってらっしゃいおはよう今日は8月28日土曜日ですじゃ今日ょだよね何の日かねみんなに当ててもらえる自信があるからちょ見ててジェスチャーゲームねいくよ。 わかったでしょこれはい、何の日でしょうそう、今日はバイオリンの日日本で初めて国産のバイオリンを完成した日なんだって日なんだって,って <laughs> 日なんだってみんなバイオリンって弾けるちょっと弾ける人、弾ける人めっちゃかっこよくないちょっと弾ける人、これ弾けてそうですかえ <laughs> <laughs> 弾けてるかな <laughs> よかったらバイオリンで私のオリジナル曲弾いてみてねそれでは、じゃんけんパーいってらっしゃいチューューあーんんんんんんんああこれ今、これや焼いてたのにな 皆様、<laughs> 今日は焼肉の日です8月29日や肉焼き肉語呂合わせですねちゃんと焼肉食べれてた食べてる感あったお腹空いてきたんじゃない今日のお昼か夜は奮発して焼肉食べちゃううふふそれでは今日もじゃんけんちょきいってらっしゃいあいよ今日は たい太陽のような明るい笑顔で過ごせばハッピーな気分になれるっていう意味の日なんだけどでもさ今日じゃなくても太陽のような明るい笑顔で過ごしたらいつでもハッピーな気分になれるよねほらほらみんな私の太陽のような可愛い笑顔を見て朝からハッピーになったー <laughs> みんなもニコニコしてみてねじゃんけんチョキいってらっしゃい おはようおはようおはよう今日は8月31日火曜日だー !31 日ということは今日で8月が終わりだーみんな今月もえらいいやまあまだね今日1日で怒ってるけどえらいえへっいや今日でね夏休みが終わりの人もいるんじゃないあもう終わってる頑張まいえらいぞ頑張ってて。えへへっちゃんと宿題やった人ー まだやってないわ。やっべえって人ー。はい、まだやってない。やべえ人は今日頑張りっしょー。は <laughs> いということでね。もうまだまだ多分暑かったりするのかなだと思うけど、なんかやっぱ8月夏の終わりですので、やり残したことがないように楽しんでね。それではじゃんけんグー <laughs> いってらっしゃい <laughs>。